長く一番長くやってるし、私13歳ぐらいで始めたんですけど、それより下での時からやっててすごいなって思うし、やっぱ人一倍お仕事があるのにずっと笑顔でいて、やっぱすごいなって思います。ステージを彩る60色の異なる個性、そんな SKE48 を結成当時から支えてきた絶対的エースがいます。松井樹里奈さん21歳。幼稚園の時から、私は大きくなったら歌手になりたいですって、歌って踊れる歌手になりたいですって言って、1997年愛知県生まれ。11歳で SKE の第一期生オーディションを受験。はい、以上が、最終審査の通過者なので、その名前を呼ばれた方は、小学生でアイドルという夢を叶えました。松井樹里奈11歳小学6年生です。デビューからグループの顔であるセンターポジションで圧倒的な存在感を発揮。SKE48 の歩みは彼女の歩みでもあります。そんな樹里奈さんの美学、やっぱ SKE のセンターとしてはあんまり弱いことを言ったりしちゃいけないと思う。それで SKE が弱いと思われても嫌だしってずっと思ってたから。本気でライブだったら他のグループに負けませんか？いや絶対負けないですよ。負けの間の字もない迷いなき瞳と強気な姿勢で駆け抜けた10年間。でもその素顔を知る人は、お父様がいないということで、まあ僕はそういう意味じゃ小学校の卒業式と中学校の卒業式もこう見に行って、もうお父様代わりでしょ、出られる代わりというか、代わりには なれないけれども、まあ、その時からずっと見てきてるので、すごいこう強い樹里奈っていう印象があるけど、僕はやっぱどっちかというとこう繊細ですごい考えてっていう方が強いですよね。樹里奈さんって強い人ですか？弱いでしょキャリアウーマン的一面しか11歳から見せてこなかったから、それ以外の部分を見せることも良しと思ってないし、見せ方も知らないままここまで来ちゃったんだなって。弱みを出せないっていうところが圧倒的な弱さじゃないですか。全盛期に SKE だけで6万人を熱狂させた名古屋ドーム。今のメンバーでこの大舞台に立つことこそ、過去を乗り越え未来へ進むための真の第一歩でした。 SKE48 はまだまだ前に進んでいきます。そして今年、結成10周年のアニバーサリーイヤーが幕を開けました。夢の名古屋ドームを手繰り寄せる上でも勝負の年。新年一発目でこんなにたくさんのメンバー集まってライブできることってなかなかないので、なんか本当にメンバー自身も10周年に向けてなんか一つになれるようなきっかけをいただけたので、それがすごく嬉しいなって思います。寂しいな。なんで寂しいんですか？育成一人ですよ辛い。こぼした言葉のわけ、実は去年最後の同期だった大谷雅奈さんが卒業。ついに一期生はたった一人に。 90%
90% やっぱ大山さなさんが支えてくれてたんですよ、ジュリナさんの。その 90% を失ってしまった時にやっぱりすごく孤独を感じてて、やっぱきっと寂しくて、多分ジュリナさんは力寄り添えないタイプだから、私はでも一人でも頑張るからっていうタイプだから、名古屋ドームへの試金石となる大型アリーナでのコンサート。はぐれた心は揃わぬまま、理想とはほど遠いものに。関係者の方からも言われたし、まあ、ファンの方は普通に楽しかったよっていう意見の方が多かったですけど、まあでも少数ではしっかり言う人は言ってましたね。今までのやっぱりその見てきたコンサートの中でも本当に下のレベルというか、こちらがワクワクする感じはしなかったっていうのはすごいたくさん言われたなって思います。みんなのね、気持ち足並みとかが揃ってないなっていうのは、感じる時はやっぱりありましたね。この危機に立ち上がったのは SKE と共にアイドル人生を歩んできたエースでした。それが実は合わさるとオレンジになるんです。だから最後にこの曲を歌います。聴いてください。結構ジュリナさんがステージに立つために最低限必要なものを叩き込んでくれたのが印象的でした。私はまだやるのっていうぐらい時間をかけて、私たちとかももうすでにできる振り付けだけど付き合ったし、なんかついていこうって思える時間をジュリナさんが作ってくれて、なんかこれ SKE がステージに立つにはこれだけ準備が必要なんだよっていうのを体感全員がしましたね。あの時メンバーが団結し合わないとここから先には絶対いけないっていうのを多分ジュリナさんは感じてたし、地元名古屋でのコンサート、ジュリナさんは当日まで、意外と待ってる、まあ、じゃあうんってうなずいたらピンアウトしてください。そこでちょうど、また歌吹く、あと広がるタイミングとか横目とかちゃんと合わせて、台上のようにピンで一人ずつ、やらなきゃダメだなって思った。なんかコンサートやるときにちゃんとやっぱみんなで全員顔を合わせて、みんなで喋って振り付けとか一緒に合わせたり歌を合わせたりすることがやっぱ今まで全然ずっとやれてなかったので、だからなんかコミュニケーション不足だったりとか、なんか今のメンバーの近況とかが分からなかったりとかしてたところもあったので、ちゃんとあのドームに立ってほしいなと思ってもらえるぐらいの存在になってやりたいです。するとエースの情熱に後輩たちの表情にも変化が。そして、はい、はい、私だったら MC です。書いてないんでね、ごめん。斉藤、今の SK48 は私たち今でしか作れないです。胸張って頑張ってください。はい、さあ頑張っていきましょう。
私たちが見せてやりますよ。進化する SKE48 を私たちが見せてあげる。それぞれの本気がぶつかり合い、一気に高まっていったパフォーマンス。グループの思いが少しずつ一つになっていくと、あの場所がはっきりと見えてきました。そしてジュリナさんがついに初めてファンの前で、ファンの皆さんの熱さを感じて、多分 SKE のずっとずっと先の今日はもう明るいんだろうなって、すごいなんか見えたんですよ、光が。だ夢ない時もあったじゃん、正直、まあ、何していいか分かんないみたいな、うん、何が正解か分かんないしみたいな。だけどなんか今はもうみんな一つに向かって、同じ夢に向かってる感じがあるから、ね、うん、本当いいよ、最高。今はもう新しいスタートですよね、また本当だね、楽しみ。やっとスタートしたね、また今の SKE で名古屋ドームに必ず立つっていう覚悟を決めてくれてるのを感じて、ジュリナさんがここで叶えたいと思ってやってることが、私たちにとっても叶えたいと思ってることで、ここに来るまで名古屋ドームにもう一回立ちたいっていうのは言えたことはなかったと思うので、大きなところにもう一回みんなで立ちたいんだっていう気持ちを声にできるようになったのは、素直な彼女だからこそ今言ってるんだなっていうのを思います。行こう、名古屋ドームへ。国内最大規模のあのステージへとたどり着くためには、4年前の全盛期を超える勢いと熱が求められます。夢と現実の狭間で苦しんでいたのがエースのジュリナさんでした。SKE が勢いがないって言われてたことは自分の責任なんじゃないかって責めてたんじゃないかなって。それは何ができてないからそうなってるって責めてるんだと。総選挙で1位になれないから。それでは選抜総選挙、 AKB48 のシングル曲を歌うメンバーをファン投票によって決める年に一度のイベントです。今年は国内外8グループが参加、339人が立候補し、ランクインできるのは100人。シングル曲を歌える選抜メンバーはわずか16人です。お座りください。1位には女王の証、センターポジションが与えられます。これまでジュリナさんの最高は3位。悔しいです。しかし今回は地元開催、しかも会場は夢の名古屋ドーム。1位の獲得を心に誓っていました。総選挙2週間前、彼女はテレビ番組で秘めた思いを初めて明かしました。じゃん、なりたいじゃなくならなきゃいけない総選挙。うん、なんかね、ちょっとなんだ。私はもうみんなと約束したので、1期生のみんなと最初に AKB を超えるって約束して、それをまだ果たせてないし、もうすぐ10周年で、10周年になったらみんな来てほしいので、みんなでお祝いしたいので、その時にみんなに SKE が一番だねって言ってもらえるようにしたいと思ってるし、なんか大丈夫、時間まだあるから。本当に今の SKE だから、今の SKE だから
それは、もう1位にならなきゃいけないと思うし、なんか多分今の SK じゃなかったらそれ私も多分思えてない、まだなんか、ただ1位になりたいと思ってる人、だけど、なんかこういう風に私が今ここにいるのも本当にみんなのおかげだし、なんか今まで10年間ほとんど自分のこと考えてこなくて、だから頑張れたんですけど、なんか今年は自分が上に立つことで SK が良くなるって初めて思えたから、もう心がこっちも揺れましたよ。そういうことか、早く言ってよっていやまずそうですね、なんでその言葉今まで言えなかったのって、本当になんか言葉伝えるの下手だねって愛おしくなりました。1位になりたいのは一期生と約束したからって言ってたけど、けどならなきゃってジュリナさんを思わせてたのって、自分が1位にならないと SK を引っ張れないって思ったし、 SKE の勢いは返ってこないって思ってたんじゃないかなって思います。自分のためではなく SKE のために、エースは強気の仮面を脱ぎ捨て、ファンに向けて初めてグループの悲願を訴えました。6月、国内外の48グループメンバーが名古屋に集結。総選挙当日に行われるコンサートのリハーサルのためです。だから、そう、多分間に合ってないんですよ。ジュリナさんの表情はなぜか曇っていました。その理由はセットリストに。地元名古屋での開催ながら SKE の楽曲はほんのわずか、屈辱でした。正直名古屋のこのホームでやるし、私たちがずっと来たかった名古屋ドームでやるのに、どうして SK の曲をこんなにもやらせてもらえないんだ、 SK 全員でステージに SK だけで立つ機会をなぜもらえないんだ、もう我慢の限界、10年頑張った48グループのために、そしてそうすれば SK が一番って認められると思ってた。でも違う、 SK の曲が少ないことで、また自分を責める要素が一つできちゃったんだなって思う発言をやっぱりしてましたね。なんでこんなに地元なのになんで SK の曲歌えないんだろうとか。やり場のない怒りと悲しみ、それでも信じた道を進もうとしたジュリナさんでしたが、本気で取り組むっていう背中を見せていくことが大事だって思って取り組んでやってる、その当たり前だけど意外と難しくて大切なこと、 AKB とか姉妹グループのみんなを集めて、もっとこのグループがファンの方だけじゃなくてスタッフさんとかにも愛されるグループになって続いていくためには、もっとリハーサルからちゃんとやらなきゃダメだよっていうのを、言葉にトゲがあるって取られやすいってこと多分自分でも分かってるから、もうマイルドすぎるぐらいにみんなに伝えてくれたんですよ。やっぱり私たちは普段からそうやってジュリナさんがもっと良くなるようにっていうのを思いながら言ってくれてるんだなっていうのをなんか分かってるし受け止めることができるんですけど、伝わる人には伝わったと思うし、それを聞いて実行に移した人もたくさんいると思うんですけど、なんせやっぱりこうみんな活動それぞれにしてきてるし、そのグループのそれぞれのやり方とか価値観とかがあるから、なんかその部分でもしかしたら受け入れられなかった人がいて、ジュリナさんがすごく落ち込んでたというか、どうにもできない気持ちを抱えてる感じだったから、よくよく話を聞いてみたら
みんなに話したことを周りのメンバーだったりとかスタッフさんから伝わってきた言葉でジュリナさんがみんなに怒ったとかトゲがあったとか風に捉えられたことによってもうどうしていいかわからない、なんか自分の中での正しいって思ってることとグループのためにしてあげられると思って一生懸命やったことが周りに伝わらなかったっていう気持ちがまたそれも周りにうまく伝えられなくて壊れかけてるのを見ました。総選挙当日1位への重圧とここ数日の出来事、ピークに達したジュリナさんはメンバーの前でついに嫌だよ、私はそんなの名古屋に来てまでそれだよ、10年守ってきたのに本当はこんな弱いとこ見せたくない、見せずに10年やっていいんだ、本当はこんな泣いてるとことか見せたくない、それでついてきてくれないと思ってやってきたから、でもそれでもついてきてくれるのが SK だから、私は SK だけは裏切りたくない、 SK を1位にしてからじゃないと私は卒業できない、変だっただろうし、その状態のジュリナさんに恐怖を感じてたと思うし、その状態のジュリナさんに気をつけられた子とか、なんか嫌な思いをしたメンバーって SK じゃなくても少なからずいろんなメンバーがいると思うので、この後もしかしたらどういうなことが起きるのかっていう緊張感じゃないけど、そういうのはすごい感じてました。もしかしたらSK 終わっちゃうんじゃないかなって。11歳からアイドルに全て捧げてきました。あらゆる重圧を背負うこともアイドルの試練だと自分に言い聞かせてきました。でも信じ続けてきたアイドルが分からなくなった時、彼女の心は初めて見るジュリナさんがここ1週間たくさんいて、正直戸惑ったことももちろんあるけど、改めてジュリナさんって人間なのなんだなっていう風にも感じることができたし、私たちは知らなかっただけできっとこういう不安とかたくさん今まで本当10年間の間に持ってたものだと思うので、でもどんなジュリナさんでも私たちのジュリナさんには変わりないし、名古屋の愛知のジュリナさんだから、そこは胸張って絶対に1位を今日は取って欲しいなっていう願いがあります。総選挙開票イベントへの参加が不安視されていたジュリナさん、彼女を救ったのは去年卒業した同じ1期生の大谷雅奈さん。メイクしてる？してない。してないの？涙で全部取れちゃった。取れちゃったの？マサナがいないからりょうさんね、じゃあ全部朝から家内からマサナ直してもらって、何とか信じよう。すごい可愛い。寝れる。
何時間寝た？3日間。本当に？ずっと結構寂しいっていうことは言ってたから、来てくれてよかったっていうの言ってたから、ちょっとそれもあったのかなっていう。これで1位を取ったら10周年は1期生の仲いい5人がいたんですけど、その子たちでお祝いしに来てねっていう。私たち1期生もジュリナが1位取るところをみんな見たいなって思ってたから、でもそれが逆に彼女にプレッシャーになってたら嫌だなと思ってるので。でもプレッシャー感じてませんでした？感じてました。感じてたけど見せないようにしてたから、それをなんか汲み取っちゃダメなのかなって思って。いよいよトップ3第3位の発表をさせていただきます。あかりさんとジュリナさんを残してトップ3の発表へ。発表いたします。第3位 HKT48 Team K4 宮脇さくら。これで SKE のワンツーフィニッシュが確定。それは日本一巨大なアイドルグループの中で、地方グループとそのファンの絆が最強だと証明するものでした。どちらが1位か、それはジュリナさんにとってもうどうでもいいことだったのかもしれません。さあどうぞ。SKE48 チーム E スターあかり。ダークホースが優勝候補を飛び越えて第2位を獲得です。かつてステージの一番端にいたあかりさんが努力の果てに2位まで上り詰めました。発表いたします。そして第1位松井ジュリナ。去年を8万票をも上回る票数。それは SKE を愛する多くのファンが彼女に託した希望の証。魂を削って掴んだ栄光、その代償はとてつもなく大きくて。エース不在となったグループ、それでも歩みを止めるわけにはいきません。温かい励ましを送るファンがいる一方で、ジュリナさんの傷を知らない世間からは、その怖さとか本当卒業前のコンサートのジュリナさんを見てたから、なんかいっぱいいろんなこと私たちに言ってくれた
けど本当に怖かったんだろうなって思うし、何より総選挙派って一番楽しみにしてたのジュリナさんだし、私たちも一緒にこの夏ジュリナさんと過ごせると思ってたから、大事な10周年の夏だったから。メンバーたちは考えました。グループのために今やるべきことを。なんか逆に強くならなきゃと思ったので、私たちがこうこの期間にメンバー一人一人の意識は変わったんじゃないかなって思います。なんかそれこそジュリナさんがいないからダメになったって言われたらやっぱりもうそこまでになっちゃうから、ジュリナさんがいない期間もジュリナさんのことを思ったから私たちはここまで成長できたんだよっていうところをなんか感じてもらえるように活動していけたらいいなってすごく思います。 SKE のメンバー全員がジュリナさんにすごい負担をかけてしまってたなっていう部分がすごくあったので、もっと若手から盛り上げていけるように私も頑張りたいなと思います。ジュリナさんが帰ってきた時になんかもっと SKE が最高になってるっていうか、今の後輩の私たちがなんか SKE をもっと下から盛り上げていかなきゃいけないなということをなんかジュリナさんが発表して、もっとなんか意識が高まったっていうか、このままじゃいけないなって思います。ジュリナさんが笑顔で帰ってこれるような状態に常にしておけば、きっとジュリナさんが帰ってきた時にもっと SKE が輝くと思うし、やっぱりピンチはチャンスにしなきゃいけないなと思うので、マイナスなことはあまり言わないようにしてます。ここから這い上がるためにはどう頑張るかっていうのを私たちも考えながらこれからやっていかなきゃいけないと思うんですけど、ジュリナさんがいないことでダメだねって思われるのか、ジュリナさんがいないけど、すごいねって、やっぱり誰もがそう思われたいと思うし、だったらじゃあジュリナさん帰ってきた時もっとすごいねって思ってもらえるような、そのグループになれたら。そして祭りの終わり、先輩メンバーが初めて明かした胸の内あったんですけど、1期生のいない、美浜海遊祭は初めてで伝えたかったジュリナさんへの思い。お疲れ様、お疲れ、また来年。ジュリナ、ジュリナ、ジュリナ、ジュリナ。始まった時から最初は多分ジュリナさんが行くぞって言ったんですけど、須田さんが行くぞって言ってて、なんかジュリナさんいないだなと思ってすごい悲しかったんですけど、今ジュリナさんがいないじゃないですか。なので、それをカバーできるぐらいもっと大きなグループになって、ジュリナさんが帰ってきた時にもっと大きなグループに成長してて、やっぱ SKE ってすごいなってジュリナさんにもなんか改めて感じてほしいなって思って。飲み込んでた思いがあって私も言えなくて、
に私たちがっていう気持ちがあったけど、やっぱりこのライブを通して SKE48 の活動をすることで皆さんの偉大さとか、ここにいるべき人っていうのを改めて再確認したので、改めて今日寂しいし心細いし私たちが頼りないっていうのも確信したけど、私たちに課せられたある意味支援だと思って一生懸命乗り越えていこうって思いました。すごい私としては心細いというか、すごいプレッシャーなんですけど、いろんなことを教わってきたので今まで先輩から、それを一つ余すことなくちゃんと伝えれたらなっていうふうに思います。あー、ジュリナさんがいないと思って、こんなに背負ってたんだなって、こんなにも背負ってたんだなって思うし、今日特にチームメイトとして立ってジュリナさんは常にこういう気分なんだろうなっていうのを思ったら、なんか情けなくなったっていうか、自分にもっとできることあったんだろうなとかすごい考えました。ジュリナさんの代わりにはなれないけど、ジュリナさんみたいに熱い気持ちでやることはできるので。そして9月、およそ3ヶ月ぶりにあの人が。本当に嬉しいし、ファンの人も絶対喜ぶと思うし、2ヶ月ぶりに会えて本当になんかすごい不思議な感じですけど、帰ってきた。また再会した時にギュッとしてくれて、もうすごい嬉しかったです。入りんす、入ります。準備してた、ごめんね。入りんす。すごかった。大丈夫、元気ある、この後。大丈夫、大丈夫だよね。すげえ元気だな。やべえな。圧倒されちゃったよ今。びっくりした。さあ準備しましょうか。はい、大丈夫です。今閉まってるので、かけ終わりで団長が開くのでちょっと待っててもらいたいんですけど。長い休養を経て久しぶりにファンの前へ。私がそこの幕閉めて、で、どんちょうが開くから閉めれば、あ、喋り始めていただきます。私、松井ジュリナは本当にもうたくさんたくさんたくさんお休みをいただきまして本当にすいませんでした。
でもこうやって皆さんがたくさん心配してくれたり待っていてくれたり、メンバーも今日みんなと会ったんですけど本当におかえりって迎えてくれてすごく嬉しくて、そのパワーが本当に励みになりました。本当にありがとうございます。今一番ノリに乗っている SKE、 そしてノリに乗っているチーム S の公演、皆さん最後まで楽しんでくれますか？では皆さん最後まで楽しんでいってください。涙はまだ取っといてください。ではどうぞ、チーム S の登場です。一人一人に声をかけるジュリナさん、後輩たちの表情にも安堵の色が。すごいいいな今日、全部いいな、困っちゃうなこれ、次の公演どうなる。少女だった子がこんなに大人っぽくなって一生懸命やるようになくなってって。たくましく成長した後輩たちに、もっともっとそのチーム S の勢いをジュリナさんも加わって、さらにさらにチーム S が多分勢いがすごくなっていくと思うので、ファンの方にその勢いを感じていただけるようにこれからも精一杯頑張らなきゃなと思いました。ジュリナさんが戻ってきたら、ジュリナさんのあの SKE 愛プラス私たちの SKE 愛がもう多分倍なので、もうこうなるでしょうとは予想できない SKE が10周年超えて作れていくんじゃないかなって私は思ってます。ジュリナさんが帰ってきてびっくりさせようとか、もうついてこれないぐらい成長しようっていう風にみんなで頑張ってたので、それがちょっとでも伝わってるのかなって思うと、うん、その時間無駄じゃなかったんだなって思います。もうずっと不安だったんですよ、本当に。なんか久しぶりに孤独を感じた時間っていうか、ジュリナさんがいない期間がだったので、ずっと一人ぼっちっていう感じがしてたので、やっとだってもうほっとしてます。本当によかった。なんかちょっと私いなくてもいいんじゃないかなって若干思ってしまうぐらい、みんながすごい強くなりすぎてて、もしかしたら休んでよかったのかもしれないです。それがなんか分岐点となるのかなっていう。SKE は家族です、うん、帰ってくる場所があるっていうのはやっぱ幸せだな。やっぱり SKE 一筋で行くしかないなって、まだ卒業できないなって思いました。この日喜びと不安で胸をいっぱいにしていたのが
ステージへの復帰を果たすジュリナさんです。実に3ヶ月ぶりとなるライブステージ。やばい、緊張してます。緊張して元気になっちゃうやつ。ダメだ、泣いちゃう。でも込み上げてきちゃうからね。いや、込み上げてくると思う。ジュリナさんの出番が近づいてきました。頑張って。頑張ります。でもジュリナさん出られるわけですけど、はい、ファンの方にはもちろん告知してないですね。なしですね、サプライズなんで。どよめくんじゃないですか、会場は。いやー、どよめいてくれたらいいけど、リアクションなかったらやだな。みんな曲に集中したいと思うから、多分途中から切り替えてくれると思います。私がそこで泣かないことを願います。なんかもう歌が極まってなんかグッてきそうなんで。待ってたファンの皆さん、どんな姿見せたいですか。いや、ジュリナ、赤ピン踊れるまで元気になったんだなと思わせたいです。後輩の前でも緊張を隠さない、そこには自分の弱さを受け入れた新しいアイドル松井ジュリナがいました。いよいよベスト3の発表になります。第3位はこちらの曲です。どうぞ。第3位はこちらの曲です。どうぞ。なりましたよ。なりましたか。安心してください皆さん。はい、緊張した。楽しかったな。でもやっぱりスケイってライブが一番だなって思った。そうね。ありがとうございます。みんなのおかげですよ。暑い夏を駆け抜けて大きく成長した SKE48、 エースジュリナさんの復帰によって最後のピースがついに埋まりました。Yeah!
グループ10周年を前にようやく取り戻した真の姿。公演当日、ファンの前に現れたのが、10周年の実感湧いてきました？いや、湧いてきましたね。10周年やばい。なんか良かったなって諦めずにやってて、何度も諦めそうになった時いっぱいあったんですよ。もうやめた方がいいかなとか、まあ、後輩に譲った方がいいかなと思った時もあったり、でも今だと本当に楽しいなっていう気持ちが大きいので、でも今ここに自分がいることだったり SK が続いてるっていうのは私一人では本当にできなかったことなので、まずはファンの皆さん本当にありがとうございます。そしていつも厳しくしたりしちゃうけど、そんな私についてきてくれたメンバー本当にありがとう。これからもみんなで手をつなぎながら頑張っていきましょう。それでは聞いてください。なんかいろいろ思い出して辛かったこともあったし、諦めようと思ったこともあったし、でもそれ以上に楽しいこともいっぱいあったなとか思ってたら、すごい涙が溢れてきちゃったんですけど、まあ、最終的には最高だなとSKってやっぱり最高だし、自分の元気の源だなって思いました。家族と同じぐらいの大切さ、やっぱ長く続けるっていうのはすごい大変なことだし、自分も休んでみていろいろなことを感じたので、うん、まだやれる、まだやりたい、まだここにいたいと思えるような SK であり続けてほしいなって思います。11年目にまだ目標があるってことも良かったなと思います。なんか名古屋ドームができてたらいいなって、10周年で名古屋ドームできたらいいなとか思ったんですけど、でもそうするとなんか終わりっていうかゴールになりすぎちゃう気がして、なんか11年目も名古屋ドームだったりとか、なんかいろんな夢を見つけて SK として新たにスタートしていけたらいいなって思ってます。